お風呂でドッキリ、ナーサーギの修学旅行。ひかり、ひかりさん、修学旅行用のジャージ洗っておいたわよ。ひかり、ひかり、何ぼんやりしてんの。何も用意してないじゃないの。光ったら、母上、ダメダメ、さっきからずっとあの調子なんだから。なんかあったの？娘14、悩み大きい年頃なんじゃないですか。悩みって？さあ、母上もあったでしょう。大した悩みもないのに、ああやってお星様に相談した時期が。なるほど、じゃ、ほっときますか。ジャージここに置いときますからね。忘れ物のないようにしなさいよ。いい？男の人から好きだなんて言われたの生まれて初めてだけど、相手が真央くんだなんてなんだか複雑。真央くん、どうしてあんな風に突然言うの？こんなに近くにいて今までそんな素振りも見せなかったくせに。なんだ、光いたのか。いたのかじゃないわよ。もうそんな格好できない、出てこないで。あ、そうだ、お前に言っときたいことがあったんだ。言っときたいことって？おい、こっちを見ろよ。平気だろ。昔は一緒に行水した仲じゃないか。平気じゃないもん。見ろったら、俺真剣なんだぜ。言いたいことって何？お前、明日から修学旅行だろ。うん。おっと。残念でした。もう、真央くんたら。光、毎年女風呂を覗くバカがいるから、旅館の風呂には気をつけろよ。どうしていつもああなんだろう。どうせなら、大石さんに行ってもらいたかったわ。それなのに。真央くんなんか、連れてってあげないんだから。おーい、光！光、カメラ忘れてるぞ。お父さん、光だったらとっくに出かけたわよ。え？だって昨夜カメラを貸してくれって言われたんだぞ。それにまだ7時だろう。修学旅行の日に早朝練習があるのか？まさか。なんだか知らないけど、一番に学校に行きたいんですってよ、あの子。きっと旅行が嬉しくてたまらないのよ。それにしちゃわてもんだけど。お父さん、チーズ。ほら、やめなさい。顔を見に来ちゃった。だって見つかまえないんだもん。なんて声かけたらどんな顔するだろう。さすがね、アメリカ行きの候補に選ばれただけのことはあるわ。よせよ、何にせよまだまださ、上には上がいるんだから。大丈夫よ、今の大石君の調子ならアメリカ行きは決まったようなものよ。上条さん、あれ、今日は修学旅行だろ。どうしたの、こんなに早く。葉月先輩、私先輩に負けたくないです。なんだ、変なやつだな。もう私たら、なんてこと言っちゃったのかしら。あんなこと言うつもりじゃなかったのに。
どうしたの？え？ううん、なんでもない。光、カメラ忘れなかったでしょうね。早く教室に入ろうよ。うん。あ、忘れちゃった。カメラ忘れたの？光が持ってくるって言うから、私たち持ってこなかったのよ。光ったら。ごめん。なんだか複雑だった気持ちが新幹線に乗った途端に吹き出ました。だって修学旅行だもん。楽しくやらなくっちゃ。一日目はバスで奈良のお寺巡り。お天気に恵まれて最高の気分。いい、打つよ。オッケー。あもやりやすいだろうね。ほんと、うん、ボールだって絶対に落っことかない。入った人がいるんだって。え、どうして？いやよね、そんなの。ねえ、どうしてなの？あ、ゆっこそれ嫌いなんだっけ。いただきまーす。あ、さとみ、ダイエットは？いいのいいの。あ、いやー、だってカメラ忘れたからみんなのスナップを撮ってくれって言ったろ。ダメよ今のは。ねえ、鈴木くんとゆっこを撮ってあげるよ。いいぞ、行くわよ。ねえゆっこ、それでどこまで進んでるの？え、何のこと？鈴木くんとのことよ。決まってるじゃない。そうそう、私も前からその辺が聞いてみたかったのよね。別にそんな進んだ関係じゃないわよ。正直におっしゃいよ。 A まで行った。 B？それとも C？ やだ、そんなの言ってないわよ。でも A までは行ったんでしょ？うん。嘘！本当？やだ、光起きてたの？もうびっくりするじゃない。え、ねえゆっこ、本当に A まで行ったの？うん、ほっぺたにだけど。ほっぺたでもすごいよ。そういえば、光は好きな人いるの？そうよ、びっくりさせたんだから。この際白状しちゃいなさい。え、私はそのあ、
したのよ。言っちゃいなさいよ。私そんなこと考えたことないんだもん。なんだ、変に口ごもるからすごい人の名前が出るのかと思ったら、やっぱり光は奥手なんだから。クラブじゃホープだけど精神的には未成熟なのよね。体と一緒でよ。そりゃみんなに比べればまだ胸は小さいけど、本当は好きな人がいるのに。ねえねえ、三田さんはいつか好きな人がいるようなこと言ってたじゃない。私の一番好きな人はね、コージ君。コージ君って誰？いとこの高校生よ。ラグビーやっててかっこいいんだから。なんだ、私たちの知らない人か。そういう里見はどうなのよ。なーいーしょ。ずずーい。何よ、人にばっかり聞いて。ほら、白状して。痛いよ。やだー。光も手伝って。離してよ。痛いかな。手伝う。これ里見。言うわよ。よし、夏川さん。夏川さんってあのちょっと前までなんだか近寄りにくそうに見えたけど、最近夏川さんって本当は男っぽい人じゃないかなって思って。それでそんなの誤解よ。騙されちゃいけないわよ、さとみ。あんなのただのええかっこしいなんだから。いいえ、素敵よ。光はまだ男を見る目がないの。そんなことない。私隣に住んでるからよく知ってるもん。だいたい真央くんって昔からエッチで有名だったのよ。それに何時だと思ってるんですか。就寝時間はとっくに過ぎてるのよ。早く出なさい。と3日目は京都観光です。ねえ光。三田さん、光は夏川さんのことを好きなんじゃないの。え、どうして。だって夕べムキになって悪口言ってたじゃないの。あれは好きな証拠よ。違うわ、私が真央君を好きだなんてありえない。なんか怪しいな。違うったら、他にちゃんと好きな人いるもん。あ、やっぱりね。やっぱりって何が。前から思ってたんだけど、あなた大石先輩が好きなんでしょ。なんで。違うわよ。顔に書いてあるわよ。え、あなたって正直ね。心配しなくてもいいわよ、誰にも言わないから。それよりいいこと教えてあげましょうか。昔ある不幸な女の人がね、33元堂の千手観音に祈ったら願いが全て叶って幸せになったんだって。へえ。今昔物語に載ってる話なんだから。私さっき行ってきて、いろんなこと祈って、お守りも買ってきたの。あなたも後で行ってみたら。私新体操で世界に羽ばたける選手になりたいんです。そのためにはどんな努力も惜しみません。ですから願いを叶えてください。それから私大石さんが好きです。どうかこの思いが伝わりますように。光、集合よ。バスに乗り遅れるわよ。待って、今行く。そうだ、お守り買わなくちゃ。光、すぐ行く。先生。
の覗きの犯人ですって。そう、女風呂の外に鈴木くんのカメラが落ちてたんですって。なんかの誤解よ。あ、私信じてるもん。ま、純情そうに見えても男はみんなエッチでいやらしいのよ。私の鈴木くんだ。そういえば去年の修学旅行でも覗きの事件があったらしいわよ。犯人は体操部の大石さんとかバンドやってる夏川さんだったんだって。やだ、嘘、信じらんない。大石さんがそんな。それからさ、今日お土産買いに行くとき一緒に行きましょうよ。ねえ、あの二人どうしちゃったの？結局鈴木くんは犯人じゃなかったんだって。三組の男子にカメラを貸しただけだったんだってさ。昨夜あんなに泣いてたくせに。バカバカしい。マオ君の写真が捨てられないなんて、果たしてバカみたい。ひかり、そんなとこで何してんの？なんでもない。ちょっと京都の最後を楽しんでただけ。ちょっと冷たいけど気持ちいいわよ。やっほー、通るよ。こうして私たちの修学旅行は終わったのです。でもよかったじゃない、覗かれたのがあなたたちのクラスじゃなくて。去年なんて最悪。じゃあ先輩、覗かれちゃったんですか？私のクラスだけじゃないわよ、全クラスみんな。え？犯人に大石さんや夏川さんがいたって本当ですか？え？誰がそんなこと言ったの？だって噂になってましたよ。デマよそんなの。犯人は後で分かったけど、大石くんや夏川くんはその中に入ってなかったわよ。なんだ、私おかしいとは思ってたんだ。そうですよね、大石さんが痴漢の真似なんてするわけないと思ってたもん。あ、しまった、やっぱりお土産買ってくるんだった。あ、帰ってたのか。はい、あの、これお土産買ってきてくれたの？へえ、お守りか。うん。え、冗談だろ、これ安山のお守りだよ。え、あの時慌てて買ったから間違えたんだ。やだもう。いいよいいよ、せっかく買ってくれたんだから大事にするよ。どうしたんだ、元気ないじゃないか。マオ君、ごめんなさい。何の真似だ。それで土産を買ってこなかったのか。ごめんなさい、誤解してて。誤解じゃないさ、捕まらなかったけどさ、俺修学旅行で女風呂覗いたぜ。え？お前の先輩の椎名葉月が一番いい体してたっけ。そうだ、この間俺が言ったことだけどさ、あれ気にすんなよ。あれ冗談だったんだ。冗談？ほんの軽いジョーク。もう、真央くんたら、大っ嫌い。まあ、いっか。もう、せっかく川まで入って拾ってあげたのに、
知らない。マオ君、ちゃちゃまる。あら、どうして持ってきたの？そんな写真いらないのに。もういらないんだったら。